さあでは CS を決めたイーグルス、今日のゲームハイライトで振り返ります。先発瀧中です。今シーズンここまで9勝マーク、シーズン2桁勝利、10勝をかけての今日のマウンドでした。立ち上がりいきなりピンチを迎えます。先頭の三森にヒット、でその後ランナー2塁に行って3番の栗原ここを打ち取って、そして4番の柳田も打ち取ります。立ち上がりは得点圏にランナーを背負いましたけども0で終えました。ホークス先発東山です。初回は3人で終えるピッチング、しかしこの回ワンアウトから2者連続フォアボール、その後ヒットがあって満塁からホークス守備の乱れがありました。サードのリチャードタイムリーエラー、1点を先制します。そしてこの後1番に帰って山崎剛、逆方向のバッティングはランナー2人を返すタイムリーヒット。2回の裏イーグルスが3点を取ります。先制点をもらった竹中3回です。この回は雨の中のピッチング、リチャード三振で、この後ツーアウトで三森からも三振を取ります。この回は三振2つ取りました。さあそしてその裏ワンアウトから4番の島内、センターの左へツーベースヒット、チャンスを作ると今日も5番に入っています鈴木大地、鈴木も左中間を破ります。タイムリーツーベース1点を追加します4対0。でここで工藤監督出てきて東山は2回と3分の1でマウンドを降りました。2番手は大関です。4回です。ツーアウトランナー1塁で浅村、レフトフェンス直撃のタイムリーツーベース、1点を追加、5対0とリードを広げます。5点を追いかけますホークス。5回の表先頭バッターのデスパイネに一発が出ました。今シーズンの第10号、好調のデスパイネの一発で1点を返します。でこの後ランナー1人出して、そして高谷にヒット、ツーアウトランナー3塁1塁で三森を迎えます。このピンチは三森をショートゴロ、この5回は1点でしのぎました。6回です。竹中この回は2アウトランナー3塁、ピンチで先ほどホームランのデスパイネ、ここは最後はインコースの球、見逃し三振で3アウト。竹中は結局ここまで今日は6回98球被安打5の1失点、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。さあその裏イーグルスはワンアウトランナー三塁二塁、チャンスを作って頑張って松本から浅村のこの当たり、打った瞬間という当たりはレフトスタンドへ、今シーズン第17号のスリーランホームラン、8対1。素晴らしいバッティングでした。今日はその前にタイムリーもありましたので、このスリーランと4打点の活躍でした。さあこの浅村の一発でリードを広げて、そして8回は西口です。先発の滝中が6回まで、で7回1イニング安楽が投げました。そして8回からはご覧の西口、最後はデスパイネ、外のまっすぐで三振を取りました。3人で終えるピッチングでした。そして9回はソンチャーホーです。ツーアウトを取って最後のバッターをレフトフライに取ってゲームセット、8対1イーグルス勝利、イーグルスクライマックスシリーズ進出決定、そして竹中は自身初2桁10勝目ということになりました。